いつもご視聴いただきありがとうございます。花八キャンプです。少しずつ暖かくなってきて、過ごしやすい季節になってきましたね。今からキャンプを始められるという方も多いんではないでしょうか。そんな中、こんな我が家にも何を買って始めればいいの？といったご質問をいただくこともあったり、なかったり。ということで、今日は花鉢的な観点から最初に揃えるべき道具たちをご紹介していきたいと思います。なるべくコスパ重視で、紹介していきたいと思います。ほんの少しでもキャンプを始められるきっかけとかになれば嬉しいなと思ってます。自然の中で過ごすだけで家族の時間は非日常的になりますよね。近くで子供の成長を見られたり、逆に自分も学ばせてもらったり。キャンプは家族の時間をより濃くしてくれるなと実感してます。スマホやテレビから離れて家族で自然に繰り出してみてはいかがでしょうか。もちろんトラブルも多々ありますが、それも含めてキャンプの醍醐味かなと最近では思ってます。このチャンネルではファミリーキャンプに関して動画を投稿しています。もしよければこれを機にチャンネル登録いただき、今後もお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは早速必要な道具類をご紹介していきます。まず最初はテント。もう言うまでもなくキャンプには必需品ですよね。いろんなタイプのテントがあるんで、まあ、テント選び結構悩まれる方も多いんではないでしょうか。まあ、どんなテントを使おうか妄想するのも楽しいですよね。花鉢的には一人で建てられるかどうかがテント選びのポイントの一つではないかなと思います。子供がいると邪魔されながら一人で建てないといけないこともしばしばあったりします。また簡単に設営ができると家族との時間をその分長く過ごすこともできるので、やっぱり一人でスムーズに建てられるかどうかっていうのは大事ではないでしょうか。ちなみに我が家が使用しているのはポール式の大型シェルタータイプのテントです。フレームとかがないので、まあ、こんだけ大きいんですが、意外と一人でもスムーズに設営が可能です。またこの手のシェルタータイプのテントはこのように開放するとタープの代わりに使うこともできますし、またクローズして、テント内に閉じこもることも可能なことが多いです。気温やシーンに合わせていろんな使い方ができるのもこのシェルタータイプのテントのいいところじゃないかなというふうに思ってます。寝床用にインナーテントを買い足す必要があるケースもありますが、それでもファミリーキャンプには向いているテントではないでしょうか。テントを準備したら次に必要なのがゆっくり過ごすためのテーブルと椅子。特に120センチ以上のテーブルの長さがあれば、いろんな料理とか置いても手狭にならなくって使いやすいと思います。次に人数分の椅子を準備していきます。我が家はウッド風のアルミチェアを使用してます。木目調でおしゃれに見えますし、まあ、軽くで扱いやすくておすすめです。これでリビングスペースが完成です。くつろぎスペース大事ですよね。またキャンプではカトラリー系など結構細かいものも多いと思いますが、まあ、それを入れる収納ボックス必要だと思います。我が家はおなじみの無印の収納ボックスを使ってます。2000円以下で買えるのにめちゃくちゃ使いやすくておすすめです。大容量で細かいものはこの中にもういつも収納しっぱなしです。でキャンプの時に持ち出すというふうな感じです。また収納ボックスとしてだけでなく、このように天板を載せれば簡易的なテーブルに早変わりします。意外と使いやすいですよね。あと食器やカトラリーなどの細かいものも必要になってくるかと思いますが、
我が家は100均でほとんど揃えてます。このスパイスケースもダイソーで購入したものです。最近の100円均一の道具ってすごいですよね。本当に全部揃うんじゃないかというふうに思ってしまうぐらいです。このメスティンもダイソーで購入したものです。このようにキャンプ感をグッと上げてくれる道具類も置いてあります。次に必要なのが調理器具。これがあるとめちゃくちゃ便利です。キャンプだからといって必ずしも焚き火の炎で調理しないといけないというわけではありません。特に小さい子供がいるとパッとお湯を沸かしたり料理作れたりするだけで安心感が違うと思います。キャンプ用に買い足さなくても家で使用しているものをキャンプで代用できることも多いので、まずは家にあるものを持ち出してキャンプに出かけてみてはいかがでしょうか。手軽な料理でも外で食べると本当に美味しく感じます。せっかくキャンプに来たからといって凝った料理とかをやりたくなりがちですが、まずは手軽にゆっくり過ごすことをおすすめします。次に必要なのはランタンです。キャンプ場の夜は予想以上に暗いですよね。昔懐中電灯1個持って絶望した記憶があります。特に小さい子供がいるキャンプ場では明るいランタンが必要ではないでしょうか。そういう意味ではこちらの充電式のランタンおすすめです。ザッシュベアーというメーカーさんのランタン、めちゃくちゃ可愛いロゴです。マックス1000ルーメンという明るさでメインランタンとしても十分使えるんじゃないでしょうか。暖色も含めた4種類のモードに切り替えられて光の強さ調整も可能です。さらに吊り下げて使うこともできるのでサイト全体を照らすことができます。またスマホの充電とかもできるので災害用にもあってもいいんじゃないかなというふうに思います。メインランタンや2つ目のランタンとしていかがでしょうか。また少し高価ですがこのルーメナー2というランタン、こちらもおすすめです。これだけコンパクトなのに光量も抜群でめちゃくちゃ明るいです。またさっきのザッシュベアのランタンと同様に火とかガスとかを使わない LED ランタンなので子供がいても安心です。またこのようにマグネット式になっててどこでも吊り下げることができます。これで全体を明るく照らすことが可能です。別売りのシェードとかを買ってカスタムしても楽しいですよね。次に食材を保存するためのクーラーボックス、これも必需品だと思います。我が家は食材とか、シーンによってソフトクーラーとハードクーラーを使い分けてます。2つあると便利なんですけれども、まずは最近ではホームセンターなどでもお安く売ってるので、そちらを1つ買って出かけてみてはいかがでしょうか。ちなみに4人家族なら30リットル以上の容量があればいいなというふうに思います。次にあるといいのがこのタンゾーのペグです。もともとテントに付属されているペグとかもあると思うんですが、キャンプ場によってはやっぱり地面が硬くってなかなか刺さらないこともあると思います。強度に優れるタンゾーペグがあればぐいぐい地面に刺さっていってくれて安心です。ハンマーもご一緒にご準備ください。次に寝床編についてご紹介します。我が家は子供たちが寝袋に入ってくれないので人数分の寝袋を広げて家と同じように布団のように広げて寝てます。2000円以下の安価な寝袋ですが、いろんな工夫と併用することで冬でも使えてます。我が家の場合は銀マットの上にエアマットを敷いて寝袋を敷いてます。人数分のマットや寝袋を揃えるのが大変という方にはファミリーキャンパー用のオールインワン寝袋もありますので、こちらもご検討してみてはいかがでしょうか。ただ今から暖かくなってくるとは言ってもキャンプ場の夜は冷え込むことも多いです。家から掛け毛布を持ってくるなどの防寒対策はしっかりしていくことをお勧めします。最後にやっぱりキャンプといえば焚き火ですよね。焚き火台はぜひ持って行っていただければと思います。
家族で焚き火を囲む時間は本当に最高です。以前プレゼント企画でもご紹介させていただきましたが、この焚き火台は10秒で組み立てられて、調理もすることができます。燃焼効率も良くって、初めての焚き火台としてもおすすめです。ぜひ焚き火を囲んで家族で非日常な時間を楽しまれてみてはいかがでしょうか。以上、キャンプを始めるにあたって必要な道具類をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もっとあった方がいい道具とかもあると思いますが、まずは必要最低限というところでご紹介させていただきました。実際に我が家が始めた時も同じような道具類を揃えて、あとはもう家にあるものを代用して始めました。子供が成長したり、また家族が増えたり、その時々で必要な道具も違うので、その都度買い替えたり買い足したりして今に至るという風なところです。キャンプの準備に悩まれる方も多いと思いますが、まずは手軽なものから持って行って始めるのも一つありではないでしょうか。そのうちキャンプにはまって道具選びも楽しくなること間違いなしです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録いただき、今後もお付き合いいただけたら嬉しいです。またこの動画が少しでもキャンプを始められるきっかけとかになったらめちゃくちゃ嬉しいです。ぜひ一緒にアウトドアライフ楽しみましょう。ありがとうございました。